サントメプリンシペ民主共和国、通称サントメプリンシペは、大西洋の一部であるギニア湾に浮かぶ火山島であるサントメ島、プリンシペ島、そしてその周辺の島々からなる共和制の島国である。首都のサントメはサントメ島に存在する。サントメプリンシペは、大西洋上に位置するもののアフリカの国々の一つに数えられており、 中部アフリカに該当する国となっている。また、ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語アフリカ諸国加盟国の一つでも、ある。正式名称は、リピュブリカデモクラティカデソーントーム・イ・プリンシペー。通称、ソーントーム・イ・プリンシペー。公式の英語表記は、デモクラティック・リパブリック・オブ・ソーントーム・アンプリンチペ。通称、ソーントーム・アンプリンチペ。 日本語の表記はサントメプリンシペ民主共和国。通称はサントメプリンシペ。サントメ島の地図この付近の島々はもともと無人島であった。1471年にポルトガル人が上陸して以降はポルトガル領となり、さらに1522年にはポルトガル王室領にされた。16世紀には佐藤キビの大生産地となっており、 奴隷貿易の中継基地ともなった。19世紀に入ると、砂糖キビ生産は、下火となったが、代わって、コーヒーとカカオの栽培が、盛んに行われ、1908年には、世界一の生産量を誇るまでになった。そのための労働力として、多くの奴隷が、アフリカ大陸から連れて来られた。奴隷制度廃止後も、白人農園主の農園労働者に対する、 実質的な待遇は変わらず、広範な不満があった。1960年に、現サントメプリンシペ独立運動の前身である、サントメプリンシペ解放委員会が設立され、独立運動が本格化したものの、島の規模が、面積人口とも非常に、小規模であったため、領内ではほとんど活動ができなかった。 しかし1974年のカーネーション革命によってポルトガルが植民地からの撤退を決めると同年に暫定政府が設立され1975年7月12日に正式独立し MLSTPPSD のマヌエル・ピント・ダ・コスタが初代大統領に就任した独立後のサントメ・プリンシペは MLSTPPSD の下で 一党制を敷きアンゴラやキューバなどから、軍の中東を受け入れ、旧社会主義陣営と密接な関係を持っていた。しかし、1990年代に入ると民主化の動きが強まり、1990年8月、国民投票で、複数政党制への移行を決めた。1991年1月の総選挙で野党が、過半数を獲得し、その支持を受けた。 民主集中東、繁栄グループのミゲルトロボアダ元首相が3月の大統領選で当選して、この時に1党独裁制が集結した。1994年10月の総選挙では、MLSTPPSD が第1党に返り咲き、さらに1998年11月の総選挙では過半数を獲得した。 野党代表のトロボアダ大統領と MLSTP、PSD を与党とする内閣が対立、共存の状況となった。2001年7月の大統領選では、トロボアダ派の実業家で、独立民主行動党員である、フラディケデメネゼスが当選した。ところが、2003年7月16日に、軍事クーデターが発生し、フェルナンド・ペレイラが政府を打倒し、 マリアダス・ネベス首相など数閣僚を交流した。これは政府による多くの石油会社との小取引に反応したもので、一週間後には、ペレーラ政権は、旧政権の首脳らとの交渉を持ち、ペレーラは退陣した。そして、メネゼス大統領、ネベス首相ら政府首脳は復権した。2011年の大統領選挙では、MLSTP のだ。 コスタ初代大大統領が帰り咲きを果たし、当選した。2016年には、アディのエバリスト・カルバリオが、大統領に就任した。大統領宮殿サントメプリンシペは、共和制、反大統領制を取る、立憲国家で、現行の憲法は、複数政党制への移行決定後の1990年9月10日に、 交付されたものである国家元首であるサントメプリンシペの大統領は国民の直接選挙により選出される。任期は5年だが参戦は禁止されている。サントメプリンシペの首相は国民議会が選出し大統領が任命する。内閣に相当する閣僚評議会のメンバーは首相の指名に基づき大統領が任命する。立法府は一院制で、 正式名称は国民議会である。定数は55議席で、議員は比例代表制に基づき国民の直接選挙により選出される。議員の任期は4年である。1990年までは一党独裁制であったものの、1990年に現行憲法が施行されて以来、サントメプリンシペでは複数正当性が認められている。 主要政党には1975年の独立から複数政党制が承認された。翌年の1991年まで一党、独裁制によって国を支配したサントメ・プリンシペ解放運動、社会民主党、中道の独立民主行動のほか、民主集中党、繁栄グループなどがある。2010年の総選挙ではアディが26議席で第一党になったが、 2018年選挙で MLSTP 連合が与党となった。大統領選挙と議会選挙が別個に行われるため、大統領と議会与党が異なる、いわゆるコアビタシオンの状態になることが珍しくない。司法府の最高機関は最高裁判所である。サントメプリンシペはルゾフォニアの一国であり、ポルトガル語諸国共同体。 ポルトガル語公用語アフリカ諸国に加盟している。旧宗主国のポルトガル以外との関係では、植民地時代の奴隷貿易や独立後の友好関係を通じて、とりわけ歴史的にアンゴラとの関係が深かった。サントメプリンシペは1975年の独立当初は中華人民共和国を承認。1997年5月からは中華民国を承認。 2016年12月20日に、中華民国との外交関係を断ち、同月26日に、中華人民共和国と国交を回復した。サントメプリンシペの県二つの州に分かれている。二州は、さらに七つの県に分けられる。アグアグランデ県、カンタガロ県、カウエ県、レンバ県、ロバタ県名コールゾシ、県パグエ県主要な都市は、サントメがある。カングランデボン。 カメルーン火山列諸島サントメプリンシペの領土は、ギニア湾上のサントメ島とプリンシペ島の2島と、その周囲の当初からなり、国土面積は964平方キロメートル程度である。いずれも、火山島で、アフリカ大陸のカメルーン山から赤道ギニアのビオコ、島、アンノボン島に至るカメルーン火山列に属する。最も大きな島は、 サントメ島であり、長さ 50km、幅 32km で、国内最高峰は、サントメ島のサントメ山である。サントメ島南部には、世界でも、屈指の大きさを誇る、火山性戦闘のカングランデがそびえている。カングランデは、1991年2月に、早稲田大学探検部の3人が初登庁した。次に大きな島は、プリンシペ島で、 長さ3 0トル、幅6トルほどである。なお、サントメ島よりも乾燥している。ほぼ赤道直下にあり、年間を通して気温、湿度ともに高い。首都サントメの年間平均気温は摂氏26度ほどだが、周囲を海に囲まれているために摂氏32度を超えることは少ない。内陸高地では年間平均気温は摂氏20度程度で、 夜間は涼しい。雨季は10月から5月で、年間降水量は、南西部で5000ミリメートルに達するのに対して、北部は1000ミリメートルと少ない。首都3とめの市場産と目プリンシペは、植民地時代から、カカオのプランテーション開発が進められ、独立後も経済は、カカオ豆の生産及びその輸出に大きく依存しており、カカオの価格及び、 産出量の低迷に伴う経済不振が長期化している。このため経済基盤は非常に脆弱で世界最貧国の一つに数えられる。モノカルチャーであるため食料や生活物資の大半を輸入に頼り貿易赤字が続いている。観光産業も不振であり外貨獲得の手段に乏しい。通貨は 植民地時代のサントメプリンシペースクードに代わって1977年にドブラが導入された。重債務貧困国でもあり、2000年時点の対外債務残高は国民総生産の460%にも達し、国家経済は事実上の破産状態にあった。このため2000年4月に国際通貨基金は貧困削減などのための 政府による参加年計画に890万ドルの融資を決定した。5月には、主要再建国会議が2003年までの間、同国への再建の金利を95%削減することに合意した。2000年度は、世界銀行分の100%、IMF 分の80%の債務免除措置を受けた。色と面積で示した。 サントメプリンシペの輸出品目世界屈指の原油埋蔵量を誇るギニア湾に位置することから油田開発が有望視されてきたものの隣国のナイジェリアにもコークの範囲が及ぶため権利関係のもつれを解消できずに開発が遅滞していたしかし2003年にナイジェリアとの共同開発案がまとまりコークの国際入札が行われ シェブロン的サコ社が、翌2004年の入札では、中国石油カコーラが落札している。すでに海底油田の開発は着手され、2010年を、目途に生産が開始される見込みである。カカオの栽培には年平均気温摂氏25度前後の、高温な気候と、年間降水量2000ミリメートルを超える湿潤な気候が必要とされる。それを満たすサントメ島は、 ポルトガル植民地としてカカオの栽培に特化してきた。2015年のカカオ豆の輸出は総輸出の82.6%を占めており、1997年には高知の39%でカカオが栽培され、農業生産額でも20%を超えているなど、カカオのモノカルチャー経済に近い構造になっている。しかし、カカオの生産量自体が、 独立時の混乱によって激減しており、独立直前の1975年のカカオ、生産量が約1万トンだったのに対し、2005年のカカオ豆の生産量は3500トン超、2009年は2500トン、2014年に3200トンと、おおよそ3分の1程度にまで生産が低下している。その他の農産物は、ココナッツ、タロイモ、バナナ、キャッサバなどがある。 しかしながら、カカオ豆以外は自給用作物であり、他の農産物は輸出額の2%未満である。1970年代には切手の発行を外貨獲得の手段としており、アラブ首長国連邦の一部土交国などと同様に、自国とは関係のない記念切手を乱発し、切手賞を通じ、収集家に販売していた。世界的に権威のあるアメリカ合衆国の スコットカタログで一部は政府が発行したものではない可能性があると注意書きのある切手も存在し国外のエージェントと組んで乱発していたことが伺える2010年代に入っても切手の発行件数は多く2014年は小型シート約200種を発行しているまた違法を切手と呼ばれる実際にはサントメプリンシペが発行していないにもかかわらず 同国国名を冠した偽物の切手が市場に出回っている。サントメにはサントメ国際空港があり、近隣諸国から国際線が就航しているほかプリンシペ島のプリンシペ空港までの国内線も存在する。鉄道は現在まで存在していない。サントメプリンシペの子供たちサントメプリンシペの人口は、 独立前の1960年に6万3000人だったものが1986年には11万人、2017年には20万4000人にまで増加した。全人口の約9割がサントメ島に居住している。ポルトガルの植民地時代にアフリカから農園の労働力として連れてこられた黒人とそれを支配していたポルトガル系の白人がいたものの、 ポルトガルから独立した1975年前後に、ポルトガル系住民の多くがこの国から退去していった。一方で、比較的関係が良好であったアンゴラでは、内戦が勃発し、難民が多数移住してきた。このため、バントゥ系の黒人、ムラート、アンゴラ人、ポルトガル人などが居住する。サントメプリンシペの公用語はポルトガル語と定められている。しかし、 標準的なポルトガル語を母語とする人は都市部にわずかにいるのみで多くの国民はポルトガル語をベースとしたクレオール語を話す。このクレオール語にも地域差が見られサントメ島のサントメ語アンゴラ難民が多く居住するサントメ島南端部のアンゴラ語プリンシペ島のプリンシペ語に分類されている。首都サントメの大聖堂2001年の調査によれば キリスト教のカトリックが70.3%、福音派が3.4%、ニューアポストリック教会が2%、アドベンティストが1.8%、その他が3.1%、無宗教が19.4%を占める。義務教育は4年間に定められている。2018年の調査によれば、15歳以上の 国民の識字率は92.8%であった。サントメプリンシペの文化は、アフリカとポルトガルの文化が混ざり合っており、影響が強いのは、ポルトガル文化となっているサントメプリンシペは、オリンピックには1996年、アトランタ大会で初出場し、以後すべての大会に、選手団を出場させているものの、メダルを獲得したことはない。 サッカーサントメプリンシペ代表は、サントメのエスタジオナシオナル12で重量、ホームスタジアムとしており、FIFA フフワールドカップ、アフリカネーションズカップとも、本大会出場経験はない。ありがとうございます。